夏だ、中秋だ、ケツバリバー。新タイトルくんだぞ。まず新タイトルじゃなくて新オープニングだね。新オープニングくんだぞ。初見さんへ一言、このチャンネルはヤバいです。なのにサムネ詐欺だけはしません。世界の七不思議かな？なんか、マリサからすっぽい悪意が出てるけど、大丈夫かな？大丈夫だ。問題ない。改めまして、こんにちは、ハクです。小牧です。霊夢です。マリサだぜ。もう少しで岡山に着きます。岡山はいろいろな車両が来るってことで有名だよな。岡山駅は山陽本線を、アニメ宮坊線、富山線、吉備線、薄備線、宇野線や、瀬戸大橋線が交わる駅だからね。詳しいね。今回は岡山駅でいろんな車両を見るのがメインです。あと、まだ、パート1を見てない方は、パート1を見てからのご視聴をおすすめしてるんだぜ。概要欄に再生リストのリンクを貼っておきます。ということで岡山駅到着。今回見たい車両とかあるの？もちろんあるよ。マリンライナー、115系、湘南色、そしてサンライズエクスプレスかな。難易度的にはマリンライナー、サンライズエクスプレス、115系湘南色だね。マリンライナーは毎時2本来てるし、サンライズは朝の6時32分って決まってるけど、湘南色はわからないからね。ということで今からダイジェストで車両を紹介していきます。左側に主に何線で使われているか、何系か、製法年度、製法された車両数などの情報を載せていきます。私たちはしばらくの間、登場しないのでどうぞ、お楽しみくださいなのだぜ。コメント欄で教えてくださいなのだぜ。今日泊まるホテル？二日目。湘南色の115系、寝れちゃった。うつ主めちゃくちゃ運いいな。有望券買って見に行かないの？それも考えたんだけど、この電車が5時55分発で寝起きで撮影してるんだよね。残念。この後桃太郎城を見て、ホームに行ったら、ちょうどサンライズエクスプレスが来てた。画面左側が前より、8号のサンライズ瀬戸、高松行きで、画面右側が後ろより、8号のサンライズ出雲市行きです。ということでご視聴ありがとうございました。あと2人で、チャンネル登録者400人ですので応援、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回は下関まで行くので、楽しみに待っててくれなのだぜ。ご視聴ありがとうございました。